鹿島にとっては今日の甲府、次の札幌、そして次の大宮、いわゆる J1 残留争いをしているチームとのこの3連戦というのは本当に正念場ですね。いや本当にそうですね、はい、かなり関係者サポーターにとってはしびれる戦いになると思いますよね。エデル・リマここまで駆け上がってきました。エデル・リマ強いですよ。強いですね、はい、そして取られずに中を伺います。中に入れた、競ったボールはレイさん、まあいいですね、拾ってシュート、うん、どうだポスト、最初のシュートは際どいところ、はい、今小倉でしたかね。見事な、はい、見事なセカンドボールの予測です今の、はい、基本的にはこの新座と新井、エデル・リマの3人がいて中央、左が松橋、はい、これは、はい、そうですね、チャンス狙ってくる、はい、気をつけた方がいいですねこれ、はい、頭で惜しい、今日一番の決定機、入ってきたクリスティアーノヘディングシュート、チャンスか、戻したボールはバックパス、キーパー狙う、あいいですね、そして、はい、ボール奪うか、ただ今のあのリンスの動きは大事ですよね、はい、その後のプレーあんまりちょっと褒められなかったですね、あれファール、あーチャンスは決定的だ、シュート、キーパーよく防ぎましたね、はい、クリスティアーノのシュート、最後は川田、これを半身で取ってクリスティアーノが1人剥がします、そのままのシュート、パワーがありました、それでも甲府アタッキングサードです、入ってくる、バイタルを奪いに来る、チャンス、リース変わってシュート、サイドネット、いやなかなかいい来て、あわやというシーンを作りました、リンス、ここから伊藤、クロスの構えをかませながら切り返し、いい角度だ、狙える、キムボギョンを渡す、トラップして竹富、キーパー反転しての竹富のフィニッシュ、ようやく竹富にフィニッシュチャンスが巡ってきました、ね、入れてリンスもらって、ここからです、リンス、いい斜めの動きを見せたんですが、これ田中とリンスだ、そのままリンスだ、キーパーシュート、どうだ、いや最後は田中のシュート、キーパーの中村、そしてリンスのシュートも中村、リンス見事ですね、はい、ルドゥ選手と交代して橋爪選手は入ることになっています。2枚替えでこのタイミングで入れてきそうですか、いやちょっと今自重しました、まずは1枚、ルドゥはそのまま自分もやりたいんだというアピールですね、これね、まあ、ブラジル人らしいですよ、ね、あゼロゼロのまま、うまくつながったか、つながらない、やっぱり狙った、いや最後はバーが救ってくれましたが、甲府ミスの後狙われました、ボールかっさらってフィニッシュ、リフレクションのボール拾いました、つながりました、うーん、キンボギョンのボール、チャンス、ドゥドゥドリブル、今ちょうどリースもいる、シュート、ファインゴール、スーパーショット、ヴァンフォーレ甲府ドゥドゥ選手交代を自ら直訴してプレーをさせてくれという強い気持ちがゴールに、いやースーパーショット、これ三浦さん距離もさることながら走りながらのあのセンスの良さね、ただまあ私はこういうこと言ったらどうかと思いますけど、まあ、はい、なんとしてでもファールしても止めたるべきかなという気がしましたけどね、見ててね、あーはーはーはー、中山、そして中を見て古賀、どうだ流れた、ゴール前来た、シュート、キーパー川田、反転し
ました素早いシュートキーパー川田先ほどの川田のプレーはビッグセーブですね、今甲府が勝ちました0対1というスコアでフルス対戦決勝点はこのドゥドゥそしてベンチ内はご覧のような喜びの声を上げます。いや貴重な勝利だと思いますこれ16位の甲府が3位のレイソルを破りました、はい